どうも、ケンタです。今回は元東大生の僕が東大時代の当時の時間割をご紹介します。かなり特徴的な時間割だと思います。東大ケンタチャンネル。僕は2ヶ月前まで東大生でした。東大に6年間通っていた。教養学部に2年間、理学部に2年間、大学を卒業した後、大学院に2年間、計6年間、東京大学に在籍していました。6年間でかなりいろいろな授業を受けてきたんですが、今回は僕が学部の1、2年生、つまり教養学部だった時の時間割をご紹介しようと思います。大学の授業は高校までと違って、ある程度自分の好きな授業を選択することができます。つまり、人それぞれいろいろな時間割が生まれるということになります。いろいろな方々がそれぞれの時間割を紹介しているかと思うんですが、今回は僕のオリジナリティあふれる時間割をご紹介しようと思います。まずは簡単に東大のシステムについて紹介しようと思います。一般的な大学だと、入学した時から法学部とか医学部とか専門の学部が決まっている状態で入学すると思うんですが、東大の場合は全学生が教養学部という共通の学部で入学することになります。どんなに優秀な学生でも 1,2 年生のうちは教養学部として広い分野の科目を勉強することになります。その教養学部の時代は文系や理系、1類、2類、3類といった科類にもよるんですが、僕の所属していた理科2類は特に必修の授業が多くて同じような時間割だったということがあります。大学側で履修が義務付けられている必修科目と自分で好きな科目を取ることができる選択科目に大きく分けられています。その必修科目と選択科目を合わせて僕の所属していた理科2類では63単位を取得することが義務付けられていました。教養学部とはいえ必修科目も多く存在していたので、完全に自由に時間割を組むということはできなかったのですが、特に2年生に上がってからは必修の科目もかなり減って自分の好きなように時間割を組むことができていました。まずは僕の1年生の時の時間割をご紹介します。まずは 1S セメスター。セメスターというのは他の大学でいう学期のことです。春学期、夏学期にあたるものが S セメスター、秋学期、冬学期にあたるものが A セメスターと言います。東大はセメスターがさらにタームと呼ばれるものに分かれています。 S セメスターの中でも4月、5月を S1 ターム、6月、7月を S2 タームと呼んでいました。こちらに示すのが僕の1年生の S1 タームの時間割です。1コマは105分、1限は8時半からという、大学としてはかなり朝早くから始まっていました。僕が入学する前の年までは朝は9時からで90分授業だったのですが、僕が入学した年からは朝は8時半から105分授業に変わりました。1回の授業時間が増えた分、夏休みとかは長くなったらしいのですが、朝早いのはかなりきつかった思い出があります。時間割のうち黄色で示されているコマが必修科目、オレンジで示されているコマが選択科目です。1年生のうちは必修科目がかなり多いことがわかると思います。緑で示されている部分は授業というよりはそのコマで定期的に行われていた学習相談みたいなもので、いわゆる授業ではありません。僕は週14コマ、当時はキャップ制といって単位の取得制限があり、マックスは15コマしか取ることはできませんでした。14コマということはほぼほぼマックスまで授業を受けていたということになります。まず特に思い出深かったのは基礎統計。これは選択科目なんですが、多くの理系の学生が取っていました。月曜の1限からという多くの人がサボりたくなる時間帯ですが、僕は朝早く頑張って起きて新幹線に乗って授業受けに行っていました。テストの時も教科書を読んで問題を解いてみたいな、中学高校の時のような、自分で言うのもなんですが、模範的なテスト勉強をして無事優を取得できた思い出があります。他は中国語1列や2列、こ
これは第二外国語と呼ばれる必修の外国語の科目です。自分が大学入学前に選択した第二外国語が授業に配置されます。他には数理化学基礎や化学熱力学、生命科学、力学といったいわゆる理系の科目が並んでいます。そしてこちらは 1S2 ターム、数理化学基礎が一部微分積分学や線形代数学に変わっています。微分積分学の先生がかなり特徴的だったのを覚えています。字がめっちゃ汚くて本人には読めているのかもしれませんが、字を受けている人みんな何が書いてあるのかさっぱり読めず、かなり苦労した思い出があります。大学の先生って本人はかなり優秀な学者や研究者なんでしょうけど、教えることにかけては、まあ、あまり上手い先生は多くなかったのかなと思います。続いては 1A セメスター、これは他の大学でいう秋学期、冬学期にあたります。時間割はこちら、必修科目が計11コマ、選択科目が計4コマありました。必修科目の中でも理数系のコマが8、まず8コマ、これらは 1S セメスターと同じように高校までの数学、理科のようなものです。特に思い出深いのは基礎実験、 1A1 タームでは基礎物理学実験ですね。これは1年生の必修科目の中でも大変な授業として名を馳せていて、毎回ノートをチェックされたり、その毎週の授業に向けてきちんと予習をやっておかないと返してもらえないみたいな結構大変な授業ではありました。まあ、いかにね、他の人と協力して課題を解くか、その問題を解くかみたいなところが、他の人の協力が鍵になってくる授業だったような覚えがあります。まあ、その分ね、いろいろな物理の事象とか東大の充実した実験設備で自分で試すことができたので、授業自体は楽しかったんですけど、まあ、その分予習とかは結構大変でした。第二外国語の中国語は1コマになりました。文系は週に2コマとか3コマとかあるみたいなんですけど、僕は理系で 1A セメスターでは週1コマに減りました。そして身体運動健康科学実習っていうのもあります。これは 1S セメスターにもあった科目なんですけど、いわゆるスポシンと呼ばれている科目で、まあ、これはこの名前が変わる前はスポーツ身体みたいな名前だったので、そこから取られているんですが、まあ、いわゆる高校までの体育みたいなもんです。自分で好きな競技を選んで毎回その競技を楽しむみたいなものでした。僕は 1S セメスターではソフトボール、 1S セメスターではバスケットボールを選択しました。まあ、結構勉強詰めの大学生の中、まあ、こうやって定期的に体を動かす機会があったことは、まあ、いいリフレッシュになっていたんじゃないかなと思います。あと大変だったのは英語2列のアレスっていう科目ですね。これも結構きつい科目として有名なものの一つで、クラスの3人ぐらいで一つでテーマを決めて、それを英語で発表するみたいな授業でした。日本語ですら研究とか発表とかあまりやったことがないのに、いきなり英語でそれを求められて自分たちで調べながらやるのがかなり大変だった記憶があります。僕のグループでは、まあ、あまり大きな声では言えないんですが、男性の小便器でどんな条件だったらあまり水が張らないかみたいなテーマで研究をしました。これは僕が考えたんじゃなくて友達が考えたやつなんですけど、まあ今思い出してもクスッと笑ってしまうようなテーマだったような気がします。そしてこちらは 1A2 タームです。英語中級が英語1列に変わりました。英語1列は 1S セメスターでもあった科目ですが、これもやることは高校の英語とあまり変わりません。これは 1S セメスターの英語は大学入試、 1A セメスターの英語は 1S セメスターの期末試験の成績によって上位1割、3割、6割みたいに成績の順にクラス分けがなされます。もう僕は英語全然得意ではないので、どちらのセメスターも一番下のクラスだったのですが、まあ、そのクラス分けを見て、あいつ英語できるんだみたいなことをクラス内で噂になったりしていました。 1A セメスターの選択科目はアルゴリズム入門、計量社会科学、宇宙科学1を選択しました。まあ、選択科目は自分の興味関心で科目を決めることができるので、まあ、結構楽しかった思い出があります。まあ、その時は、まあ、自分が楽しそうだからみたいな思いでやっていたんですが、まあ、今になって思えば少しずつでも今の生活に役に立っているのかなと思います。あと懐かしいのが、テストが12月24日25日に計7コマか8コマぐらいあったことですね。今ですが
1 SMSTERの期末試験は1月とか2月の初めぐらいまでにあると思うんですが、僕の年だけなぜか12月の末に1 SMSTERの授業が全部終わって、そのクリスマスの前日とクリスマスにまとめて試験があるというスケジュールでした。基本大学の期末試験って1日に1コマとか2コマぐらいしかなくて、その前日にまとめてガーって勉強するタイプの人が多いと思うんですが、まあ、その2日間で7コマ8コマやるとなると、前々から結構計画を立ててやっていかないと全然間に合わせることができず、まあ、多くの人がかなり苦労していたような思いがあります。クリスマスとかその前日をそうやって大変な思いを共有して過ごすことができたっていうのは、今となってはかなりいい思い出です。まあ、その分ね、冬休み春休みにあたるものが、まあ、丸3ヶ月以上、確か101連休とかだったかな。まあ、普通春休みって2月3月だと思うんですが、まあ、僕の年は冬休みがその12月25のテスト明けの26日からで、そのまま4月の授業始まるまでずっと休みで、計101連休という超長い休みがありました。まあ後にも先にも、まあ、そんなに長い連休はこの時だけで、まあ、今思えばもう少し有意義なことができたんじゃないかなと思います。結構長くなってきてしまったんで、2年生の時間割は後編に伸ばそうと思います。東大健太チャンネル。2年生の時間割は1週科目がほとんどなくなるので、まあ、それぞれの人が思い思い好きな授業を取る分、1年生の時よりもかなり独創性オリジナリティは上がっているかと思います。僕も他の人にそんなに授業を取ってるんだと驚かれるくらい選択科目を取っていたので、まあ、かなり面白い話ができるんじゃないかなと思います。2年生の時間割も気になる人はぜひチャンネル登録して次の動画もお楽しみください。この動画が良かったと思う人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。概要欄にブログ、ツイッター、フェイスブックページ、インスタグラムもありますので、そちらもよろしくお願いします。